平安と不安というものをちょっと説明してみたいと思いますけれども、その平安という意味がみんな分かってないんですね。で、平安というものは真実、実在ということなんです。すなわち神がです、神の国です。神の国は平安なんです。で、肉の世界というのは不安なんです。地獄です。地獄は常に不安なんですね。不安と恐怖です。すなわちこの生命の王国には不安というものはないんです。恐怖というものはないんです。で、平安閣というのは安らぎの里というのと一緒なんです。平安と、神は平安であるという意味なんですね。神が平安であるがごとく、そなたたちも平安であれという言葉で言われています。なぜ神の国が平安であるかということは、対立するものがないということなんですね。で、私たちはいつもここでこの生命において全ては一つだということ、その一つの生命、全一の生命というただ一つの生命の現れが全てであると、原因者は人様だと、その表現者は人様だと、で、表現様々だと教えられています。で、私たちは表現の方を見て表現者というものを忘れているわけです。で、表現者は人様ですから、人様の表現が私たち一人一人であるわけです。で、表現者の中に我々はとどまり、私たちはその表現者の表現ですから、で、そこを見れば分離、対立ということになってしまって、そこで不調和というものを起こしているわけです。しかし、その分離した人間というのは一人もいないわけですね。生命においてはみんな一つなんですけれども、皆さん方はどうしても形、表現でものを見るがゆえに、そのいろいろな敵がおったり、殺し合いをやったり、憎しみをやったりしているけれども、まだまだ生命というものを把握してないんですね。命というものが何であるかわからない。で、命はどこに存在するかもわからない。で、命がここにある、あそこにあるというようなものじゃないわけです。これを生命のパン、天より下るパンと、私を食する者は永遠に死なないと、私をその食する者はつまずかないと言われているものなんですけれども、まだまだその命というものに対しての理解、把握といいますかね、生命の木を把握しなさいとイエス様は言われましたけれども、その生命を知らないんです。で、その生命というのは樹液、すなわち不可視の質量といいまして、それは全宇宙に遍満しているんです。ただ一つの生命しかないと私は毎日申し上げておりますけれども、その一つの生命をまた皆さん方掴んでない限りは不安と恐怖なんです。で、その生命あるがゆえに我々の肉体形態というのは存在するんです。生命がなくて肉体形態というのは存在しないんです。で、生命が主なんです。一切の作り主であり、一切の表現者なんです。その大生命、宇宙生命というもの、ただ一つの人様の唯一不二の生命があるだけであって、その形態、見えるものというものはその生命の現れにしか過ぎないんです。生命なくして我々は存在、一人一人はみんな存在しないんです。生命あるがゆえに形態はあるんです。だから生命は原因なんです。形態というこの見えるものは結果なんです。で、そのことをはっきり理解して、原因と結果、因果の法則と言いますけれども、私たちはその結果に無我夢中になってしまって、原因を見失っているということなんですね。で、原因を見失っている限りは不安と恐怖なんです。皆さん方は原因には生きないで結果に生きてしまいますから、争いは絶えません。不調は絶えません。命とは何かというと、即神なんです。で、命は不変であり無限なんです。久遠なんです。永遠なんです。で、命というものはなくなることはありません。その命は不可視の質量で、見えない世界にも見える世界にも満ち満ちているんですね。それを樹液と、皆さん方菩提樹という言葉を使いますけれども、その菩提樹というものが生命液、すなわち樹液ですね。その樹液は我々の体の隅々にまで浸透していなければ、その形態というものは存在しないんです。だから宇宙生命と言いましたら、宇宙の樹液、すなわち宇宙に満ち満ちている不可視の質量、それを原子質量だと皆さん方言ったり、原子という言葉を使いますけれども、原子、元の子と書きますね。原子の質量とも言います。で、その質量がありまして、さまざまなものはその質量でもって作られているわけです。だから生命は一切の作り主、一切の支配者、その生命にのみ知恵と力とは存在するんです。肉体に知恵も力も存在するんじゃないんです。